これで下くぐれるのか、トレーラー用に深く掘ってあるんですね。こっちが新幹線。おお。おお。長崎ちゃんぽん。へえ。こんなところに。ハクビ。へえ。結構いろいろあるんです。ああ、リラクゼーションとかね。台湾リラクゼーションね。ここはリンスバーか。で、ここは沖縄、沖縄そばとか250円安いね。カリベント250円安いな。どういうこと、エンターテインメント居酒屋デジナシ八景っていうの滑らない酒場、なんか突っ込んでこないけど、どういうこと。八景球さんっていうデジナ芸人さんがいるの。へえ、あ、そういうことなんだ。相当ハードル上げてるけど大丈夫かな。まあまあプロの芸人さんならね、あと笠寺駅どこだっけ。めっちゃ普通にこっちの方に出てきてしまったけど、あ、もっと北だ。もっとずっと歩かないとダメだ。コメダ、あー、もうコメダに落ち着くのもあるよって言うな。いや、生き残りはいい匂いするな。さすがに一人で入るにはあれですよね。あ、めちゃくちゃ混んでるし。台湾ラーメン、あ、ユミの本店ここか。はあ、はあ、強いな、この当時の流れ。
こあれですよね、台湾料理の元祖とかって言われてるとこですよね。あ、台、あの台湾ラーメンか。じゃなかったっけな。足早か。あ、ラーメン福ちゃんある。福ちゃんラーメンか。あ、コンコルね。随分とおんまりしたんかな、つまり。普通にさっき言う通りストンと来てあそこの通り曲がってたら、30分は短縮できたんじゃね。また無駄しこいた。あれ、またまた変わる。なんだ。え、さっき、えらいパス、あそっか、でもここか、何所か。南警察署ですね。そうか、南警察署の真ん前だ、ここ。あ、南警察署の真ん前でやらかしちゃったの。ああ、ここでやっちゃったのね。それはちょっと強すぎるところでやっちゃったな。靴があって、これそれかな。この距離でか、この距離は、そこにしゃあね。こんなところにもやったんだ。やっぱこっち来るとちょっと高えな。臨機自動車です。